今週も始まりました。お役立ち情報からためになる情報まで、東急グループのさまざまな情報をお届けするウィークリートーク、ご案内させていただきます坂本ひろこです。早速今週のラインナップ見てまいりましょう。ウィークリートピックスのコーナーでは、東急線沿線の魅力をお伝えするフリーペーパー、サルースと連動した東急線の1日乗り放題デジタルチケットについて詳しくお伝えいたします。フォーカスインのコーナーでは、先週お送りいたしました東急スポーツシステムが運営するサッカーチーム、東急 S レイ S FC について改めてお伝えいたします。109シネマスインフォのコーナーでは、今週も先週末の人気映画ランキングと今週のおすすめをお伝えしてまいります。さあ今日はどんな映画でしょうか。それでは参りましょう、ウィークリートーク。この番組は美しい時代へ、東急グループとご覧の各社の提供でお送りいたします。ウィークリートピックスのコーナーです。このコーナーでは東急グループの最新情報をはじめ、毎週さまざまなホットトピックスをお届けしてまいります。今回は東急線各駅のラックなどに置いてあるフリーペーパー、サルースと連動し、掲載店舗ご利用で東急線の1日乗り放題デジタルチケットがプレゼントされるキャンペーンを紹介いたします。こちらをご覧ください。今日は東急線沿線フリーペーパーサルースと連携した東急線1日乗り放題のデジタルチケットのプレゼントに関するご紹介をさせていただきます。東急では12月20日から1月31日まで期間限定で、特別にこのサルースと連携した東急線ワンデーパスをプレゼントする企画をご用意させていただきました。サルースの中に毎月東急線沿線の街を一つ取り上げて、その街のいろいろな情報を掲載する沿線街散歩というコーナーがあるのですが、最新号の1月号では田園都市線の青葉台を取り上げています。このコーナーに掲載された青葉台の対象店舗にて、お食事もしくはお買い物をしてお会計の際にサルースを見て訪れたとお店で申し出た方にクーポンコードをお渡しします。そして旅行レジャー予約サイトクルックにログインし、クーポンコードを入力すると東急線1日乗り放題のデジタルチケット、東急線ワンデーパスが無料で発行されます。発行された当日は駅係員にスマートフォン画面を提示することで、東急線全線が1日中無料になります。皆様、この機会に青葉台エリアをはじめ沿線街散歩にお出かけいただければと思います。ぜひご利用ください。今日はそんな東急線ワンデーパスが手に入る青葉台のお店をいくつかご紹介いたします。ルーシーズベーカリーです。アメリカのおばあちゃんが作ったようなケーキやパイをご用意しております。おすすめはチェリーパイにアイスクリームをのせたものです。青葉台にお越しの際はぜひお立ち寄りください。お待ちしております。ホゼタコスカルニタスです。メキシコミチョアカン州の伝統的なカルニタスというタコスの専門店になります。カルニタスとは豚肉をラードと香辛料などで3時間煮込んだものになります。ぜひ青葉台に来た際にはカルニタスを食べにいらしてください。
いかがでしたでしょうか。サルス1月号ではこれらのお店以外にも青葉台の街の魅力をさまざま特集しております。ぜひサルス1月号を手にしていただき、青葉台に訪れ東急線ワンデパスをゲットしてみてください。東急電鉄では今後も東急線沿線にお出かけしたくなるさまざまな企画を検討してまいります。ぜひご注目ください。いかがでしたでしょうか。東急線沿線にはサルースを街歩きの参考にされている方が大勢いらっしゃると思うのですが、この企画でさらにそういう方々が増えると街の魅力ももっと増していくんじゃないかと思いました。とても魅力的な企画だと思いますので今後に期待ですね。1月は皆さんぜひサルースを片手に青葉台を訪れてみてくださいね。以上ウィークリートピックスでした。 CM の後はフォーカスインです。続きましてはフォーカスインのコーナーです。このコーナーは東急グループのさまざまなサービスやイベント取り組みなどに焦点を合わせ詳しくお伝えする特集のコーナーです。今回は先週お送りいたしました東急スポーツシステムが運営するサッカーチーム東急 S レイエス FC について改めてお伝えいたします。こちらをご覧ください。12月3日アディダスフットサルパークタマプラザで開催されたサッカーイベントフットボールウェルネスデー。東急グループ創立100周年を記念して開催されたこのイベントでは、親子で楽しめるフットサルゲームやキッズを対象としたサッカー教室、40歳以上を対象に健康づくりを意識したフットサルクリニックなどが開催されました。この日イベントの中心となって活躍していたのが東急 S レイエス FC のメンバーです。東急 S レイエス FC は東急スポーツシステム株式会社が運営するフットボールチーム。トップチームは現在神奈川県社会人リーグに参加しており、他にも中学生、高校生のサッカーとフットサルのチーム活動、また幼児から小学生のスクール活動も行っています。東急 S レイエス FC はですね、横浜市青葉区、主にあざみの拠点においてサッカーとフットサルの小さな子どもから社会人の大人までの総合型のフットボールクラブです。2歳児ぐらいからですね、幼稚園の年少さんぐらいから小学6年生までのサッカースクールのスクール活動、習い事の活動と、中学生以上は中学生、高校生と社会人のサッカーとフットサルの両方のチーム活動をしています。サッカーを通して健康づくりだったり、あとはその人材育成だったり、サッカーを通したスポーツを通した街づくりだったり、そういったことを大切に、取り組んでます。はい、じゃあ今度はその場所でいいです。膝の周りでボールぐるぐる回しましょう。よいスタート。この日キッズサッカー教室の指導に当たったレイエスのメンバーたち、トップチームで活躍する選手も子どもたちとの触れ合いを楽しみました。トップチーム所属の鈴木徹です。そうですね、いろんな年代のチームがあって活発に活動してますし、こういった子どもたちからなんだろうな、すごいレベルの高い環境とか指導を受けられるっていうのはすごいレイエスの魅力かなと思います。直近の目標にはなるんですけど、今年リーグを一つ上げるっていうところを絶対的に達成したい目標として待ってます。子どもたちが楽しそうにやってくれてたのを見ててとっても私も嬉しかったです。レイエス歴は中学校3年間がここでレイエスでやってて、でまた社会人になって1年目終わるぐらいにできるっていうことだったんで、またそこから今はトップになって3年目です。夢はそうですね、この青葉区全体を盛り上げていきたいっていうのがまず第一で、がある中で、じゃあその一番のその
象徴となるものとしてアオバックから J リーグを目指して頑張っていきたいと思います。アカデミーからトップまでのつながりを大切にしながら、トップチームがリーグを駆け上がり、地域が一体となって応援する、そんなホームタウンに根ざした活動をレイエスは目指しています。我々の哲学として、モアザンフットボールっていう、言葉で表現しているんですけれども、要はサッカー、我々はサッカークラブなんですけれども、フットボールクラブなんですけど、フットボールをただやるだけじゃなくて、フットボールを通して、どんなことをお届けするのかっていうことを大切にしている、そういうクラブなので、この沿線にお住まいの方々に対して、豊かな街づくりに貢献していけたらという思いで、それを我々と一緒に、レースと一緒にこう楽しんでいただきたいなと思ってます。レイエスはフットボールの活動を核としながら、地域と連携し、本拠地である横浜市青葉区を日本一の健康スポーツタウンにしていきたいと活動を続けています。レイエスドリームパークを作りたい、その思いはすごく強く持っていて、ドリームなので、ドリームパークっていう名前なので、本当に夢、我々の夢の詰まったスポーツエリア、スポーツパークを作りたいなというふうに思ってます。例えば平日の午前中に、そのご高齢の、方々が集まって、そこで体操をやったりですとか、そこに放課後、子どもたちがたくさん集まって、サッカーの習い事だけじゃなくて、いろんなスポーツがそこでできるような、空間を作ったりですとか、夕方から夜にかけて我々のアカデミーの選手たちが活動したり、週末はあそこで我々のリーグ戦とか、そこに応援しに来てもらって、地域の人たちがそこでこう集まって試合を見ながら、いろんなコミュニティがそこであって、楽しんで、そういう、マルチな公園、スポーツ公園みたいなものをですね、グラウンドを中心に作っていきたいな。地域の人たちの健康づくりだったり、人づくりだったり、街づくりだったり、それを表現できる、それが我々が目指すレイエスドリームパークっていうことだと思っているので、それをとにかくこのエリアにですね、作りたいというふうに思って頑張っています。東急エースレイエス FC はこの横浜市青葉区を中心に、サッカーを通して、子どもたちの未来を作っていくこと、皆さんの健康を作っていくこと、そしてこの愛する町を元気にすること、それをスポーツを通じて、サッカーを通じてやりたいと思っています。ぜひですね、我々東急エースレイエス FC を応援していただければと思っています。地域と連携したサッカーチーム作りというだけでなく、地域の方々の健康や子どもたちの未来に向けた取り組みをしているんですね。レイエスドリームパーク、ぜひ実現させてほしいです。これからも応援していきたいですね。以上、フォーカスインのコーナーでした。続きましては109シネマズインフォのコーナーです。こちらをご覧ください。109シネマズの最新情報をお届けする109シネマズインフォ。先週末の人気映画ランキングです。第4位にクリスマスムービーブラックナイトパレードが初登場ランクイン。第1位はザ・ファーストスラムダンク。大ヒットコミックスの劇場版アニメ最新作が公開から4週連続で1位をキープしています。映画を見るならお近くの109シネマズへ。
以上、109シネマズインフォのコーナーでした。ウィークリートークいかがでしたでしょうか。次回も東急グループのさまざまな情報についてお伝えしてまいります。それでは今日はこの辺で、来週もウィークリートークでお会いしましょう。この番組は美しい時代へ、東急グループとご覧の各社の提供でお送りいたしました。